アーチリュートは、リュート族の発言楽器。ヨーロッパのバロック機、通奏低音楽器及び、ソロ楽器として使用された。類似の楽器でリュートアティオルバートと呼ばれるものもある。基本的な形状は、テオルボに類似している。以下、テオルボとの違いを指摘しながら叙述する。アーチリュートの胴体は、リュート同様、後ろ側が用なしを半分に割ったような丸い形状であり。 ネックは通常のリュート同様の指板が取り付けられる部分にさらに拡張ネックを取り付けている。指板上に配列されているストップ弦の他に拡張ネックに取り付けられた拡張バス弦を持つ。ストップ弦はリュートやギター等と同様指板に押し付けて音程を変化させ演奏するが拡張バス弦はもっぱら開放弦で用いる。最も典型的な楽器は14コースを持つ。 アーチリュートにおいては、ストップ弦は、リュート同様、1コース以外復元のものが多く、弦長は 60cm から 68cm 程度である。大きさは、ボディに関しては、テオルボよりも、外して小さいが、拡張バス弦の弦長を 140cm 程度まで稼ぐために、拡張ネックは、テオルボと同等程度の 1m 近い長さを持っている。 拡張弦は単弦で張られる。ストップ弦と拡張バス弦の本数は14コースの楽器の場合、6コースプラス8コース、または7コースプラス7コースのものが多い。拡張ネックが数十センチと短い楽器もあるが、このような楽器はリュートアティオルバートと呼ばれる。リュートアティオルバートにおいては拡張バス弦長が90センチメートル程度であり、この場合、 拡張バス弦もすべて復元とされていることが多く、14コースのリュートアティオルバートでは、弦の本数が27本にも達する。長弦は、デオルボと違い、1コース、2コースを、オクターブ下げたりせず、1コースから6コースまでは、ルネサンスリュートと同じように長弦する。これは、アーチリュートは、下で説明するように、デオルボよりも高い音を鳴らすという要求に応える楽器として、 登場したことと関係している。弦が破断する音向は、弦の太さによらず、弦長のみによって決まっているから、1コースを、尊トト記号、第2線上のト,ート、あるいは、第2弦上の異音に調律するためには、ある程度ピッチが低かったとしても、ガット弦を張った場合、弦長は 70cm を超えられないので、ストップ弦長は、テオレボより短い 65cm 程度となるので、 ある。同じ理由で、ボディも大きくできない。拡張源は7光水下音階を作って調律され、これはデオレボと同様である。アーチリュートは、歴史上、まずリュートアティオルバートとして現れたとされる。アレッサンドロ・ピッチニーには1623年に出版した、リュートとキタローネのためのタブラチュア州において、自らが1594年に発明した楽器が、 拡張ネック及び拡張バス源を持った最初の楽器だと主張している。この楽器は通奏低音のためよりは独奏曲の新たな可能性を模索したための発明であったことなどから短い拡張ネックを持った楽器であり、蒸気構造の項でリュートアティオルバートと呼ぶものに相当すると思われている。ピッチニーニ自身はこの拡張バス付きリュートをアーシリュートと呼んでいる。 リュート・アティオルバート・リット・アタイアーベイトは、テオルボ化された、リュートという意味なので、彼こそが、この拡張弦付きの楽器を、発明した、という主張に反する名称だからである。しかしながら、この短い拡張ネックを持った楽器は1600年代前半には、しばしばリュート・アティオルバートと呼ばれていたのに対し、アーチ・リュートのこの要例は、極めて稀である。また、この時期のイタリアでは、 単に、リュートといった場合、リュートアティオルバートを指す習慣があったとされる。例えば、ピッチニーニ自身のタブラッチアー集は、リュートとキタローネのためのとなっているが、実際は、拡張弦付きの14コースの楽器でなければ、この曲集に含まれているリュート用の曲は演奏できない。アーチリュートの名称は1680年頃から、用例が増えている。ここで、 アーチリュートと呼ばれているのは、テオルボに代わる、通奏低音楽器として広まったもので、前校記述の通り、長い拡張弦を持った楽器であったとされている。これは、17世紀後半から、通奏低音パートがしばしばえ、音記号の五線の上に飛び出すほどまで、高く登るような曲が増えてきたため、1コースと2コースの長弦を1オクターブ下げている。テオルボでは、 これらバス音の上に和音が付けられなかったのが一つの要因であったとされる。また、テオルボのアーチリュートへの置き換えを助けたのは、ガット等の芯に細い金属のワイヤーを巻き付けた巻き弦が17世紀中頃に発明されたことにもよっている。高い音を出すには、ストップ弦長を短くしなければならないが、ストップ弦長を短くすると、5コース。 6コースに太いガット弦を張ることになり、通りの良い明確な音が出せない。細くて、重い巻弦の発明によって短い弦長でも、輪郭が、はっきりとして、通りの良い音が出せるようになった。通奏低音楽器として作曲家が、アーチリュートを指定している例もしばしば見られる。アルカンジェロ・コレルリのトリオ・ソナタ州、作品1及び、作品3において、は、ビオローネ、または、 アーチリュート、ビオロンをアーチリュート用のパートブックが用意されている。また、ジョバンニ・バッティスタ・ボノンチーニ、アレッサンドロ・スカル・ラッキー、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルといった作曲家のオペラ、オラトリオ作品には、アーチリュートのためのパート、あるいは、スコア上でのアーチリュートの指定、またアーチリュートソロの部分が出現していることから、イタリア風のバロックオペラでしばしば、 アーチルートが好んで用いられたこともわかる。イタリア風、バロックオペラの人気が高かったイギリスでは、特にアーチリュートが広く普及したようである。ただし、アーチリュートは1680年以降の楽器とする見方には問題もある。前後アーチリュートの記述のような仕様を持った楽器は、すでに17世紀初頭から作られており、17世紀前期、中期に、 アーチリュートが使用されていなかったかどうかは、半然としない。中期以降のバロックの作品での通奏低音は、アーチリュートで担当できるし、歴史上も、そのようにされていたので、これが、アーチリュートにとって、主要なレパートリーを形成していると言える。リュートアティオールバート用と思われるソロ作品が17世紀前半に、 多く残されているが、アーチリュートとリュートアティオルバートは同じ長弦を持つので、アーチリュートでも演奏可能である。ソロレパートリーを残した作曲家の一部を挙げる。アーチリュートは、リットに大きいの意味を持つ、説当時ルシーマイナスをつけたものである。したがって、アーチリュートは、大リュート、大きなリュートの意味である。 拡張バス弦を復元にしたのは楽器が作られた当時には巻弦がなかったために太いガット弦を用いねばならなかったがその場合太いガット弦の音は高い倍音をあまり含まないのでこれを補うために1オクターブ上の音を鳴らすオクターブ弦が必要となったからである27本もの弦を演奏の度に調弦するのは大変であるので現代のヒストリカル楽器では 竜とアティオルバートにおいても、拡張バス弦を単元とすることが多い。これが可能なのは、現代では重くて細い金属巻弦を用いることによって、一本の弦で高いバイオンをも含んだ音を作ることができるからである。長い拡張ネックを持った楽器は、ネック部分の重みのために全体が重くなり、しかも重心がネック側に偏るため、ソロ演奏には有利でないとされる。 この記事で言うアーチリュートと同等の楽器をアーチリュートと呼ばず、キタローネ、テオルボーなどと呼称していたかもしれない。このため、現代においてもアーチリュートとリュートアティオルバートの語は明確に区別されず、しばしば混同して用いられる。本記事に含まれる呪術は、下記の記事、サイトの情報に依拠している。ロバート・スペンサー、キタローネ、シールボーアルキリュート、 アーリー・ミュージック4ナンバーー、オックスフォード・ユニバーシティ・プレスこのサイトで全文参照できるニューグローブオンラインにより項目アルキルート・リュート・メーカーズギター・メーカーズスティーブン・バーバーサンディ・ハリスイギリスのヒストリカルなリュートの制作家のホームページ広範囲のモデルをカバーしており彼らの復元楽器の写真に混じってオリジナル楽器の写真を見ることができる ビデオズオブアーキリュートソロズフランチェスコオブドリも S チャンネルありがとうございます